復員とは、軍隊の体制を戦時から平時に戻し、兵を動員状態から服務待機に戻すこと。また、軍務を説かれた兵が帰郷すること。復員令は、復員を実施するための法令である。復員兵は、復員した兵士のことである。復員兵の中には、戦場での負傷から重度の身体障害者となった者や、 心的外傷後ストレス障害を患っている者も,も少なくない。故郷へ帰る福音兵たちを満載した、運賃無料の福音列車。第二次世界大戦後の日本では、外地派遣軍は現地の連合国軍に降伏し、武装解除を受けた後内地へ帰還させられることとなったが、この際内地へ移動した後福音助隊となったため、軍隊を退職することが福音と解釈されがちで、 あるが本来は福音と除隊、退役は別である。日本海軍では福音ではなく、海員と呼ばれた。日本は太平洋戦争終了後、第一福音省、第二福音省を創設して、福音作業に当たった。終戦後も、戦争神経症により社会復帰できず治療を受けている者は未福音として扱われた。広辞園第五班、岩波書店。 1998年、A.B. 日本放送協会、50年間、公害してはならない、極秘調査、兵士たちの心の傷、NHK ニュース、2021年8月30日閲覧、ありがとうございます。